センター与田へ梅沢からのタレコミは忘れ物が多すぎる、うん、行きの新幹線でリュックを忘れ帰りの新幹線で携帯を忘れるなもう何にもなくなっちゃってんじゃないか結局新幹線の中であとはペットボトルの蓋を閉め忘れてカバンの中がびちょびちょ岩本から来てますあら3日連続ぐらいでやってそれを何やってんの全部出てたり、まあ、日村さんもやる俺も蓋をねこう斜めに閉める人とかいるんだよ3日連続って昨日もやったのにまた閉めるとき昨日そういえばびちょびちょだったからちゃんと閉めようって思わないのやっぱ注意力と記憶力がすごいなくて昨日の負担のことなんて覚えてないんですけどね新鮮に間違えてるんだもんね毎回あとまだまだありますまだある坂口から学校に筆箱を忘れてリモコンを持っていく、どっちも黒だったので似ててどっちも黒だったからまあまあよくリモコン持ってっちゃうっていうちょこちょいの話はあるけど本当にやってんだどの段階で気づくのあリモコンじゃんってもうこれ開かないなと思ってここまで言ってたらもう大したもんだけど先生これ開かないんですけどリモコンってちょっと開くと困ったりするじゃんパタッと開いたらあちっちゃいボタンがあるなあれ消しゴムちっちゃいとかそこまで気づかないわけです、それからレッスン着とか、うん、靴を忘れるしょっちゅう貸した人いんのこれ貸したあ結構いいじゃん、これ嫌じゃんレッスンでびちょびちょになったやつ着て帰んなきゃいけねえじゃんT シャツ貸した人とかいる私Tシャツ最悪じゃん T シャツもズボンも貸して数日後とかに帰ってできました。どうやって帰るのじゃあ。私はレッスン着で帰って、うん、一応洗濯してくるわけ。一応洗濯して。なるほど。数日後返して。三回洗って返します。なんで三回も洗うの。生地がダメになっちゃうだろ。私服。なんで3回も洗うんだよ。これ結構いたぜ今。レッスンだけの日はちゃんと頭にあるんですけど、何回ってレッスンの時とかだと、なんか頭が回ってない。メモ帳とかなんか持っとけば、うん、ちゃんと忘れない持ってんの持ってないですいや、ね、書きなよ携帯でもメモすればいいじゃんか携帯忘れちゃうからそう携帯なんだ続いて山下から与田へのタレコミ食べかけのものを人にあげようとするなんか食べ物とかこいつやべえなもうやばくないめちゃくちゃ無法者じゃんなん全部忘れるわ食いかけおいおい食えこれいやそんな言い方じゃないちょっと聞いてみようよもうやばいじゃんそんなおいじゃないと思うけど差し入れとかケータリングでいただいたものを自分は半分だけ食べて、うん、残りの半分いらないからって言って、うん、他のメンバーに押し付けてやべえやつじゃねえかやっぱりじゃ梅沢とか向井がよく与田の食べ残し食べるの？はい、食べます。梅沢と向井何も食ったの？シーチキンおにぎりのなんか一口食べて。あ、おにぎり来たね。おにぎり来ちゃったよ。食いかけのおにぎりを。おにぎり来たね。一回ガウってかじった後のシーチキンのやつ。あ、やっぱいらないから食べないみたいなこと言われて、うん、食べました。残りを。2人のことを、はい、一番よく知っている方からですね、はい、タレコミをいただいております。お、どなたでしょうか？まずは与田のお母さん。あら、お母さん、はい、私のダメ出しに対抗して人は褒められて伸びるとよという以来私も気をつけるようにしてる何これ、これ本当にお母さん、はい、え、ちょっと待って、何何何、お母さんこれ本当に言われたんですか。いや、ダメ、はい、本当に。あらー、どうもどうも、お母さんなの。与田さんのお母さんと電話つながっております。まだちょっとこうテレビとか、はいはい、世の中に出してないなんか特技とかってあるんですかね。特技ではないかもしれないんですけど、うん、水が大好きで、うん、水辺にですねジャンプポイントとかがあるとうずうずしてきて飛び込むんです例えば海だったら、はい、高い岩場を見つけて飛び込む場所に行くとこうドボンと行ったり。結構じゃあ泳ぎも得意なんですか。ですね、海とか行くと沖に向かってですねどんどん平泳ぎで行っちゃってもう瞬く間に点になります。瞬く間に点になる。いやそれお母さん早めに止めないと危ないよ。沖に瞬く間に娘が点になっちゃったよ。あと水は見つけると飛び込んでそのまま平泳ぎで沖まで行っちゃう。将来お金に困りそう選挙栄光の1位は最終獲得総数11票。乃木坂46所属
与田祐希。三期生入ってきました。おめでとうございます。あれ、なんと3期生の与田が1位に。その理由とは、普段から金遣いが荒く、うん、お母さんからもらったお金をすぐ使い果たす。あら、インターネットでバンバン買い物をしている、うん、3万くらいの美容品を間違って買っちゃったと軽く言ってたのには驚いた。あれあれ、お金割と使っちゃう。いや、あ、まあこんだけの、こんだけ出てんのに使っ、いや、ね、いやって言っちゃうぐらいですけど、やっぱり分かってないんでしょうね。いやでもなんか割とバンバンあると使っちゃうタイプなの、うん、でも最近は貯金箱、うん、部屋に3つ置いてて。お、貯金箱来た、うん、1個目は、うん、まあ、できるだけ使わないやつ。あ、なるほど、猶予を持たして、これは割と使ってもいいよと。これは手つけないぞっていうやつだ、うん、いいね。次が、うん、もういざとなったらもう仕方ない時に使うやつ、はいはい、そう、最終的なやつね、うん、で最後が絶対使わないやつなんですけど、うん、1個目なくなったら2個目、2個目なくなったら、あ、絶対だけど、まあ後で入れればいいかと思って。3個目まで行っちゃった。3個目までの3個目いっちゃダメですよね。間違っちゃっても、あ、間違っちゃったみたいな軽く言ってたわけ。いや軽くない、どうしよう、注文完了してる、うん、あれもう完了したらもうダメなの。キャンセル料がかかる。キャンセル料の方が安いんじゃないの。絶対安いだって3万かかってんだもん、こっち病院確かに、まあ、どんまいどんまい。いや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 、